Halo guys, welcome back with me Gilang Show. Nah, kali ini aku mau lihat story quest season updatean 1.4 Genshin Impact. Jadi semangat sih nyebutinnya Genshin Impact. Ah, itu dia. Jadi kita buka kok pesan anjing. Terus kita buka di sini. Nah. Story quest story. Bennett. Oke. Mulai. Pertemuan sang petualang. Rupanya kita teleport di monster guys. ここでお前に会うとはな。今日は運がいい。どうだ、冒険は順調か。キャサリンさんのところへは依頼を受けに来たのか。またワクワクするような冒険を始めようとしてるんだな。ああ、つい強引に話しかけてしまった。お前のことは前々から気になってたから、あえて嬉しかったんだ。実を言うと少し緊張もしてる。もちろん、神秘的な異教の旅人、風流の災いを収めた勇士、そして冒険団の団長、どの肩書きも羨ましいぜ。ああ、冒険者の間ではもう広まってるぜ。お前の冒険団が大陸のあちこちで活躍してるって。毎日何気ない依頼をこなしているように見えるが、大事件が起こると必ず現れるだろう。とにかく俺はお前が羨ましいんだ。だってそれに俺は運が悪くて冴えないし、自分の冒険団だって、おっと、なんでもない。気になる人の前で何をメソメソしてんだ。あのさ、もしよかったらだけど、後で冒険に行くんだったら俺もついていっていいか。横で見てるだけにしとくから。お前は知らないかもしれないけど、俺って一緒に冒険したら悪い運がお前にまで影響して、冒険を台無しにし、お前に迷惑はかけたくない。だから横で見てるだけでいい。本当か？俺の聞き間違いじゃないよな。お前と一緒に冒険ができるってことだよな。こんなチャンスが巡ってくるなんて夢にも思わなかったぜ。そう言われると照れるな。すごく嬉しいぜ。そうだ、せっかくだしさっき手に入れた情報を教えてやるよ。俺の友達のフィッシュルが最近神秘的で危険に満ちた遺跡を発見したらしい。その難易度は冒険依頼で言うと B ランクから A ランクの、このレベルの依頼は普段の俺なら引き受けない。何せ俺の運じゃ自分の実力より低いレベルの依頼じゃないと安定して達成できないからだ。でも今回はお前もいるならこれくらいの依頼は朝飯前だろ。当たり前だ。俺の中じゃ風魔竜を倒したお前は
遺跡は危険だけど、その代価として相応の宝が眠ってる。もう待ちき、そうだ、一つ聞いておきたいんだが、冒険。おお、慎重なタイプなんだな。お前と一緒にいると学べることが。それならお前の、ああそうだ、最近そこそこいける料理を作ったんだ。まあすっごい美味しいとまではいかないが、冒険にはぴったりだと思うぜ。だからここは俺に任せてくれ。よし。ああ、その悪いけど、ちょっと集めてきてくれないか。この料理に必要なのは、覚えたか。じゃあ俺は先に鹿が。Oke, next kita disuruh ngumpulin bahan-bahan. Apa sih bahan-bahannya ya? Oke, kenapa nih? Nah, 聞いたことあるかい？もう早く収集できたのか？本当に？ Jadi bahan-bahannya mint, radish satu, terus lime.Mana ya? Nah ini. Masak selain. Yes, 食材は揃った。あとは任せ。できた。食材を入れる順番はあまり覚えてなかったけど。まあ、今包むからお前が持っててくれ。まずは遺跡に行こう。大丈夫だろう、多分食料も用意したし。未知の、あと大根スープも。Hidangan ketidakberuntungan. Bahannya aja slime ya teman-teman.Efeknya apa ya? Masuk ke dalam reruntuhan. Oke. Bicara dengan Bennett. Oke. Hai Bennett. Koko wa omotteta yori futsuu da na. Souzo, moshikashite omae ga soba ni iru kara anshin. Yoku mitara mae no tobira wa shimattete, ano souchi ga tsugi no tobira wa akeru souchi janai ka? Da yo na. Ore mo sou omotteta na. Ja ano souchi.真の冒険者は前に進む道だけじゃなく、交代する時の道も確保することが。もう一回操作してみよう。あれ、動かない。これはまずいな。でも落ち込む。こんなのいつものこと。くそ、どういうことだ。おい、今の聞こえたか。さっき開いた扉の向こうから声がしたぞ。早く行ってみよう。
lucu. Seru eh. Seru juga teman-teman ini. Miro, fukusou kara shite boukensha mitai da zo. Konnichiwa, boukensha san. Ore tachi Bennett!ロイス、お前だったのか。なんてことだ、こんなまたお前に会えて嬉しいよ。最近調子はどうだ。こんなに運が悪いなんて、どうしてよりによってお前とここで会うんだ、ま、苦労して扉を開けたっていうのになぜか急に閉まるし。それは多分俺が装置を操作。そうだろうな、分かってたさ。お前を見、お前がいるだけで冒険がうまくいかないんだよ。ああもう今日は最悪な日だ。誰だお前。ベネットと組むなんて。喧嘩しない喧嘩しない。紹介するよ、ロイスはベニー冒険団の元団員で俺の友達なんだ。おお、petualang Benny. ベニー冒険団。友達。スペシャル。俺は何も言わずに冒険団を辞めたっていうのに、俺を友達だなんて。まあいい、さっきは少しカッとなった。悪い。でも実際俺のせいだから。だけど当時は本当に耐えられなかったんだ。もともと順調だった冒険も、お前の冒険団に入ってから歩けば転ぶわ、雷には打たれるわ、挙句の果てに遺跡も崩れるわなんてことが。もう完全に偶然なんかでごまかせる。それに最後の1回は突然現れた意味不明な爆弾で左足を怪我。後になってからベニー冒険団の悪い噂を知ったよ。それは分かってる。確かに。まあな、過去のことなんだし、そんなことを掘り返しても気分悪くな。そのロイス、俺からも。別に謝らなくていい。そうだ、もう一つ言わなきゃいけないことがあるんだ。入ってきた扉が閉まっちゃってな、開けられそうにないんだよ。だから今俺たちは閉じ込められてるってわけだ。ベーネット、ああ、もうやっぱりお前と一緒にいると。いい、でも仕方。どうするんだよ、こっちはもう食料。俺、ロイスは今日、そのどう謝ればいいかわからないけど、よかったら、もちろん一緒に来たお前の同意が必要だけど。いいだろう、これがお前たちが持ってきた食料か。大丈夫さ、ずっと旅人が持ってたんだ。俺の悪い運は映ってないはずだぜ。そうなのか。まあ今は早速食べよう。Lepas sial. Kono aji. Be. Do. 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 Kasihan ya Allah. Okay.Bagian satu Fantastic Voyage telah menyelesaikan.